今日はその続きで前回は心の清い人は幸いですというタイトルでしたけど今日はその続きで平和を作る人は幸いですピースメーカーという話をしたいですメッセージの前にねお祈りするので目を閉じて 心に入ってくるように祈ってください。Okay, him, uh, 天の音様、ありがとうございます。The, uh, 今日もあなたのところに来て、uh, イエス様、あなたの言葉を聞きに来ました。To to, uh, word, どうぞ、私の心の中が平安、平和であふれますように。Uh, 不安がどこかに来ますように。 And cast away all my あなたが部屋を作ってくださるようにイエス様のお名前によって祈ります Jesus, みんなで Amen。マタイによる音書の5章の9節をお読みしたいと思います 5, 9, 聖書の言葉は私たちを生かします神の言葉こそ私たちの食べ物なんです。もちろんいろんな食べ物大好きですでも神の言葉を食べるとね本当に 魂がねが元気が出ます。そうですよね。マタイの5章の9節をこれ短いので一緒に読みたいと思うんです。Okay, これでだいのねライトを変える必要がある kind of 神様、LED をここに入れてください。イエスの名によって。じゃあマタイの5章9節3はい。 平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。英語でいきましょう。はい。Blessed are peacemakers, for they shall be called sons of God.Amen。平和を作る人、これをピースメーカーって言うんですけど、私たちの人生の中で不安がやってきたり、問題がやってきたりします。 まあ特に今だったらコロナによって私たちはね平和というよりも本当に不安というものを心で感じたりもします。今日はキリストがもたらす平和について話したいんです。 もう一箇所エペソの2章の13節から18節までをお読みしますここにキリストの平和が書いてあります2章13節ところがあなた方は以前は遠く離れていたが今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いもの神と近いものとなったのですキリストは私たちの平和であって 二つのものを一つにし敵という隔ての中書きを取り除きご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの立法を廃棄したのですそれは彼にあって二つのものを一つの新しい人に作り変えて平和をきたらせ平和をきたらせ十六節十字架によって二つのものを一つの体として神に和解させ 敵を十字架に滅ぼしてしまったのです。それから彼は来られた上で遠く離れているあなた方に平和を述べ伝え、また近くにいる者たちに平和を述べ伝えられたのです。というのは彼によって私たちの両方のものが一つの御霊の中にあって父のもとに近づくことができるからです。あめん。英語はいい。 えー、ここちょっとややこしく思えるかもしれない。この聖書の箇所。でも一つずつ読んでいって、その意味を理解していきたいです。So、この平和という言葉は、ギリシャ語ではね、シャロームっていう。あ、です。あ、ごめんなさい。ヘブル語です。ヘブル語では、シャロームっていう。 これはイスラエルに行ったら、シャロームって大体挨あはシャロームっていう言葉を使います。僕もイスラエルに行ったけど、シャローム、シャローム、シャロームって言います。え、僕もイスラエルに行ったけど、シャローム、シャローム、シャローム言います。え、僕もイスラエルに行ったけど、シャローム、シャロームって言い a す。え、僕も言います。また、ギリシャ語では、エイレーネっていう言葉です。え、ネ。まギリシャ語では、エイレネっていう言葉です。このシャロームという言葉は、なんていうかな。 何もない平和というと日本人だと何もないというイメージがあるでしょうね。<Yeah. S 1> 戦争がない争いがない。No、war. でもこのシャロームという言葉はもっと神の祝福がありますようにってもっとポジティブなんです。この言葉はなん,なんていうか、祝福はあなたに。

イエス様が来られたときに、いつも言われた言葉、それは平,安があるように平和があるように。平和があるように。安心があなたにありますように。これがね、挨拶だったんですよ。

日本語もそういうニュアンスがあったらいいですよね。I wish there s <S こんにちは <a S 1> ってね。変あるよね。そういう言葉の意味をイエス様いつもこの語られたわけです。<And S 1> 旧約聖書、新約聖書の中にあるわけです。じゃ、uh, 私たちは今日ね、二つの平和を。 考えたいです一つ目は神様との平和です。神様との平和。<with> ここに聖書の中にこう書いてますね。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵という壁をね、 取り除いたって書いてます。なんか人によっても平和的な人いますよね。 You know, like、more その人が来ると安心する人。Uh, 僕の中で、ゆきちはそういうタイプです。<I> 近づいてきて、喧嘩を売られるような気がします、uh, まあ。この中にもいらっしゃるよね。Yes, ビクトルなんかそうです。Like, like, ビクトルが来て、ね、怖いと思ったことない。ビクトル君ちょっと手い。ビクて 近寄ってください。なんか平安がやってくます逆にちょっとビクッとする人もあいるかなどうかわかる。ない <laughs> 大丈夫ですよ。<No. S 1> 大丈夫ですよ。<laughs> ね、平安を持たらす。でも私たちの神様はどういう方かというと安心する神様な、uh, <God> これびっくりです。私たちの神様は平和の君。平和の神様。 安心の神様です。日本人だとなんか神様って悪いことしたらバチ当てるとそうじゃないんです。You. 平和の神様。じゃあちょっと平和について考えましょう。So、talk about peace. 日本はもう平和の国のもう諸外国から比べるなら平和ボケするほど平和です。 この間も私あの、クレジットカードをここに入れてたんですけど、落としちゃったんですよ。どこにあるかわからない、クレジットカード。You know, でもちゃんと拾った人が、そのカード会社にまで電話して、そして止めておいてくださったんですよ。<laughs> The car. He stopped, ありえますか he the card said, 海外でありえる stop <the> その <payment> 会社にあの普通なら警察でしょでもわざわざカード会社にジャルカードにちゃんと入れて止めといてくださるんですよ。平和ですね。What a <laughs> 携帯を落としてもほとんど帰ってきます。You phone, でも実は日本も戦いの中にあったいろんな中でこの平和が作り出されたんですよね。Japan, uh, through, uh, 平和というのは自然にできるものじゃないと思います。勝手にできるものじゃなくて。 It come out from nowhere. 平和というのは勝ち取られてできるものです。そして神様との平和は神様が代価を払って平和を勝ち取ってくださったんです。私たちはアダムとエバ以来ね人類は神様から離れました。 神様から遠く離れて神様が探さなきゃいけなかった we 私たちは無関心です神様に。さまざまな罪を犯してしまいます。神様からほ本当に遠い存在なの。We so、これが分かるときに 神様と私たちの隔てってのは大きな隔てがあるんですね。でもここにこう書いてます。エペソの2章のところに16節十字架によって2つのもの、神様と私たちを1つにし、神と和解させ、敵を十字架にかけて滅ぼしてくださった。 パッと書いてるんです要は神様の側が私たちの敵を、神様との敵を取り除いた。僕は、k e n d を知ってたんですけど、結構強かったです。え、滋賀県でナンバーワンになりました。た。

Like、two meters? そして体は僕の3倍ぐらいあって。Like、話し方ももう、なんていうんですか息素人みたいですよ。<laughs> 細いわ、so、細いわ !His voice is so low, frightening. そして僕が負けたらものすごい感慨になるわけです。Match, so、で、剣道するときに試合場と監督の部屋があるんですけど、そこにね、のれんがあるんですよ、のれん。 大体なんかのれんがあってそこに忍耐とか書いてますなんか。で僕が試合で負けます。そうそう必ず先生のところにこの教えをこいに行かなきゃいけないと嫌なその時間があるんです。剣道したら分かるじゃない武道したらね。 何を言われるか分かります。時にはもう太鼓の棒でカカカンってたかれます。こに星がパパパパパパ or something. で怒ってるのは分かるわけです。ね、た,った,たったこののれんっていうかそのカーテンなんですけど。 いけないんですよ鉄の扉でもないんですけどそこに入れない。Ball, 不思議だよね。<I> 相手が怒ってたら <cannot. S 2> ジャンジャジャンっていけないんですよ。You know upset, 普通、別に何でもないのれんなのにそれは鉄の,鉄の扉のようです。Cloth, like、私たちの神様の関係もそのようにこの。 怒りの隔てだったんです。And, uh, God, well. ところが、イエス様が来られて、came, 聖書に書いてるのに十字架に書かれた。そして神の怒り、裁きが彼の上に落ちたと書いています。Of, uh, そして <upon> 代わりにキリストの故に神の愛と許しが 私たちに注がれた。And for God, for Christ Himself, our God has given mercy upon us。だから神様がイエス・キリストを通して私たちと本当に親しくなりたいというそのような愛をキリストが私たちの代わりに裁かれることによってその関係を。

私たちを怒る神様、そうじゃない。私たちを義と認める神様。だから十字架を通して私たちは神に義と認められたんです。 これがもう聖書の中でものすごく大事なことですイエス様が裁かれることを通して十字架で血を流してくださる血を流すことを通して私たちを代わりに良いと認めてキリストの上に裁き置かれたんです時々クリスチャン生活していると自分が調子いいときか神様に近い気がします経験ない 自分が良い調子いい時に、ね、神様はなんか俺い,い,い,いけてるんじゃないかな先週、ね、良いことした時人のためにした時なんか礼拝来るときも「あイエス様まあへえへえやいやそまあ」でも先週失敗したり罪を犯したり隠れて嘘ついたり問題あった時なんとなく <laughs> それは自分の義なんです。自分の義なんです。自分が良いとか自分が悪いとか。なんで福音が素晴らしいかというと神、そういうこと関係なく、あなたが十字架によって代価払われるよって 吉と神が認めたということです。The great thing about the gospel doesn't matter what you are good or bad, but by the cross we are made righteous.Gito 認められるということは平和を作るんですよ。先生を見ましょうか。ローマビトの五所一節です。これは非常に深い見言葉だと思います。Romans 5:1. そして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主義やスキリストによって神との平和を持っています。あめ ?Amen.And English says Therefore, since we have been justified by faith,、uh, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. そしてもう一か所。And other verse。これです。義が平和を作り出し、義が常しえの平安と安心をもたらすとき、 私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場所に住むと書いています皆さん。神様が義と認めてくださった故にここに、ね、平和が作り出され、る。神様との関係で。 僕たちはそののれんの向こうに、ねね、怒る人がいないんです。のれんの向こうに、うわ、怒ってるかなーって言ったら、よくやったねーって言,人言わ人るんです。それだったらよかったな、監督。ね、<this> もう怒ら, <gain> 怒られると思って <with you. S 1> ね。

イザヤ書の五十四章十節、山々が移り、丘が動いても。私の変わらぬ愛はあなたに移らず、私の平和の契約は動かないと。 54:10 says, For the mountains may depart and the hills be removed, but my sefast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord who has compassion on you. 絶対に動かないんだって。<might> 皆さん、なんかありがとうってならない。<laughs> <The mountain S 2> ありがとうってなります自分が負ける時もあります。<might> 自分が失敗することもあります。自分の深いところを皆さん顕微鏡で見てごらんなさい。汚くて仕方ないよ。Of, uh, 私たちの魂はね本当にコロナのウイルスよりも汚いよ。 でもそれらを見ながらも私たちに対しての憐れみを決してうされない神様これが私たちの神様なんです。あなたは義と認められました。You are made だからあなたは平和を持つことができます。Why we can have そしてそれは揺るが動かないんです。 And that shall never change. それが自分のアイデンティティになってますか is that your identity? 自分の ID は何でしょう What is your ID? 自分の存在価値はキリストによってもう許された、義とされたものだ、神様ありがとう、100%あなたのおかげですと自信持って立つものでいいんです。 あなたが上司に叱られるとき、私の <your S 2> <loss? S 1> ように成績が出なくて、もういかった人を前に出るときね、to, また何か人間関係の中で、あ自分はダメだ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 と落ち込むとき、uh, 神様の側は変わってない その時こそあなたの契約を思い出してって聖書を読みますよ。あなたの。だから私たちは生活の中で平和の神様を心の真ん中に置かなきゃいけないんです。平和の神様を心の真ん中に立っていただくわけです。ヨハネの20章のところでイエス様が蘇ったところがありますよね。 様が十字架にはうイエス様ワドコたっても安でいっぱいでしイ彼らの,の中には平和どころかもう争いと戦いとと戦本当に不安がありました。Uh, they had, uh, a lot of ヨハネの20章の19節を見てください。ここを読むときにこう書いてます。その日すなわち週の初めの日夕方のことであった弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸を閉めてあったがイエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなたにありますように。 On the evening that day, the first day of the week, the doors being locked in where disciples were for fear of Jews. Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. He said, said uh, stood among them and said, Peace be with you. And he was thinking. 自分の心の真ん中にあるものが私たちを安心させたり不安にさせたりする。皆さん、真ん中に何がありますか What is it in your h e r t もちろんイエス様です。言いたいけどね。Yes, course, 時々名誉になってしまいます。ね、自分の、なんかプライドになってしまう。時々、何か、えー、お金経済的なこと。ね、自分の真ん中にあるものが何かで、私たちは不安になったり。ね、恐れたりしますよね。whatever puts the center of your heart will decide your heart。 数年前、僕3年前ぐらいかな、僕は自分の真ん中がね経済的なそのやりくりだったんです。もういろんなやりくりをちゃんとしなきゃ。ちょっと私の心は本当に揺れ動きました。でも今、僕の真ん中にはその不安がないです。 本当に神様が私の真ん中に経済的に私の真ん中に来てくださったんです。僕にとっては結構かかりましたね、この不安を。皆さん、真ん中に何がありますかそこにイエス様、平和の神様が。 あなたの真ん中に来てもらうように願ってください。そしてその時私たちは変わらない平安、平和を神の前に持つことができると思います。そして神様の私たちは養いを経験することができる。 もしあなたがねなんか病が不安だったら、癒しの死に真ん中に来てもらってください。もしあなたが、イエス様の証しをできない人の顔を恐れるなら、明かしてくださる、宣教してくださる、イエス様の真ん中に迎えてください。 そしてその時しなきゃいけないのは自分が真ん中からどくことです。自分が真ん中からどくことです。イエス様こここ来来ててくくだだだささいいの人がイエス様だったらここにに真ん中に来てください 自分の運転席に来てください。その時に私たちに平和が来るんです。<And S 2> 安心が来るんです。We bring Jesus そして神様が養に <our> なってくださるんです。すここう書いています、えー、ヨハネの14章節,27節私はあなたに平安を残します私はあなた方に私の平安を与えます。Mm hmm. 私があなたに与えるのは、ヨガ与えるものとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません。恐れてはなりません。John 14:37 says、「peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives to you. Not as the world gives to you. Not as the world gives to you. Let not your hearts be troubled. Neither let them be afraid. 神様があなたを心配してください。He worries for you。これも素晴らしいことです。

人との平和を作るということですエペソーの二章十四十七節ここにこう書いてますそれから彼は来られた上で遠く離れているあなた方に平和を述べ伝えまた近くにいる人たちに平和を述べ伝えられるのですフィジョン2.17 says And he, be, he came and preached peace with to you who were far off and peace to those who were near 私教会の人たちは本当にピースメーカーだと思いますね。Really、ね本当に平和を作り出す人です。皆さん uh, あんまりこの中に、ね、トラブルメーカーいないです。また、あのー oh. 破壊する人、デストロイヤーもいないです。そう思います。そう信じています。私たちが。 トラブルメー,カー,ピースメーカーになっていくためにね知っておきたいこと。みなさん、平和を作り出す人になりたいよね。自分からトラブルを作り人になりたくないです。だからこの2つを皆さんがトラブルメーカーだから話じゃないですよ。それをそういうふうに受け取らないでくださいね。トラブルメーカーと。 ピースメーカーの違い。これなあるかなあ、ないかなない。じゃ順番に言いますね。Okay, s <S トラブルメーカー、問題作る人課題をすぐに、ね、大きくしましょ The troublemakers、uh, exaggerate the problem. 小っちゃな問題をでかー

You hear a rumor about something you're not really sure you just call and confirm When somebody, a troublemaker will start to rumor around like, oh this happens, oh I hear he says this thing It goes all around Pretty much the same Talk about これクリスチャンこうなりたい <Around S 2> 問題を陰で祈る人。ね、問題を陰で祈る人。Shadow, shadow, この教会はみんな問題をね陰で祈ってくれます。Do, ヘンミさんもよく一週間僕いつも僕のために祈ってくれるんですよ。え、ヘミ always pray for me。はますさが。はさ取れないように。You know, その祈りは強烈です。 A very powerful, powerful, powerful prayer. It's like I uh, shall not be. Uh, for this man of God, uh, For the he shall not fail. <笑><笑>ありがとうございます。ありがとうございます。And we pray for each other. Uh, for his marriage. Uh, for a miracle in their marriage. Uh, so that his wife will be happier. ね、そうやって祈り合うんです。Uh, 皆さん何が来ます、uh, what, 平和が来ます。Uh, we bring peace. 祈りは平和を作ります。祈りは平和。だから、えー、とプレイヤーナイトをいつも持ってるんですけど、夜ね、月に、えー、2週間に1回。ぜひね、祈りに来てください。いつも来なくてもいいけど、本当に祈りたい時に来てください。何よりも平安があなたに届けられます。 And where we make peace. 祈りは平和です。皆さん言ってくれる <Prayer S 1> 祈りは平和,平和です。もう一回祈りは平和です皆さん、祈りの生活の中で平安が私たちに与えられるんです。そして、感情的になりすぎる。こういうタイプいますかあのもう感情的になりますぎる。そして、感情的になりすぎる。て、いうかな もうネガティブがちょっとあると思う。うわ笑いながらエモを反省します。つまり感情的になりすぎる。でも、ピースメーカーは信仰的になる神様に信頼します。この感情を神様、あなたに言います。 すごい腹が立つでもそれ神様お願いします yes, very, もうやってられない落ち込む神様支えて God, 最後が違うでしょう you know, 私たちが感情的なのを神様はそのように作ってるからだよね, yes, ねエモーションが大きいし問題ないです you know, すごく涙れて悲しい 神様この涙を聞いてください。だから感情的から信仰的に映るんです。あなたは神様はそのように作っているから心配しないでそれを信仰に映すんです。そしてトラブルメーカーはね被害者的です。何かされたばっかりです。何かされた。あ、このこうした。 They 挨拶されなかった。Oh, いつもね、こう見ています。自分をどうするかな。Uh, what, でも、ピースメーカーは神の恵み的です。神様を見ます。<But S 2> 人がどうするんじゃなくて、神様、恵みを注いでるな。Maker, more, uh, だから皆さんね、礼拝の時ね、神の恵みだけに没頭してください。

何見て何それすらもないね、お互いちゃんとどうですかね、チラ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 これもう僕のこと言ってるんだけど気になって。イエス様ずっと見てます私。特に礼拝の時。イエス様ずっとあなた見てな携帯見てる そうです神様があなたを見ている。私たちも、イエス様に没頭しましょう。見言葉を通して、ジャーナルを通して、それがピースメーカーです。そして、トラブルメーカー最後、足らないところを探す。トラブルメーカーは足らないところを探す。ちょっとこの辺から心が痛くなってきたね。足らないところを探します。 足らないところ探しやすいものです私たちはでもイエス様はいつも良いところを探してくれますイエス様あなたの良いところを探してくれますあなたの長所を探してくれますそれはピースメーカーですもし私たちがトラブルをどのように解決したらいいのかマタイの18章15節これ具体的に話したいマタイの18章15節 もしあなたの兄弟が罪を犯したら一手二人だけのところで責めなさいもし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのですもし聞き入れないならもう一人をつ一緒に連れて行きなさい二人か三人の証人の口によってすべてのことが確認されますそれでもなお言うことを聞かないとするなら教会に告げなさい教会の言うことも聞かないなら違法人と同じように扱いなさい 私たちが大事なのは聖神の解決の仕方です。神様はこの人との平和の中で聖書の方法を教えてくださっているんですね。

これがね、教会の大きな課題になります。また人間関係の問題になります。もう一つ悪いのは、インターネットとかでは回ってしまうことです。そのような時本当に全く最初の問題と違うことに動いてしまうんですよ。だから、聖書はちゃんともう、この時代に向けて言ってます。 またイの18、15節 <And>、ね。一対一であって、問題解決しようって。そしてもし難しかったら、もう一人友達を連れて、お互いに話しましょう。And that still そして、そこで兄弟を得たことになります。皆さん、平和というのは、ね、 平和というのは、喧嘩がないことではないんです。Peace mean no、fighting. 平和というのは、意見がないことではないんです。Peace mean no、opinion. 私たちの家族はあの仲いいです、私たちの家族。でも毎日のように言い合いがあります。特に娘の意見はすごいです。 今日の朝も、たまね。だから言って仲悪くないんですよ。Uh, you know, we めっちゃくちゃいいと僕は思ってるんです。教会も同じです。Uh, but same for church. 当たり障りない、何も気づいて何もないように、それが平和とは言わない you know, not わライフグループも一緒です。男性たちも一緒です。女性たちも。意見の違いがあって、向かい合って解決するのが平和なんです。 だからカップルでも夫婦でも全く、ね、無関心で喧嘩しないとするならそれは平和じゃないですよね。ねその時大事なのは知恵を使ってイエス様に来てもらってください。

十分なことです神様の福音を私たちは解決することを通して世の中に持っていくことができます。今日言いたい一番のポイントは私たちは神との平和を得るということです。人との平和、安心の前に神様から平和をもらってください。あなたは義と認められた、100%認められたものです。そしてその契約は 変わらないんですこういう教会になりたいです。調子がいい悪いじゃないです。本当に、イエス様の福音の故にいつも安定している教会責 you know, められない <of> 教会です。安心できる教会です。<That we S 2> なぜ <feel> 十字架があるから。あなたとの間に、親子の間に、you, friends, この十字架があるように。

私たちはみんな罪人です。Well, we クリスチャンでも同じです。Uh, no、でも私たちは許されるという特権をイエス様によって与えられる。Have, uh, this, uh, むしろそこに生きる主の喜びを経験したいです。あなたには許された喜びがこの中にある。許された僕は。 僕は救われたって喜びある。That that それが天のお父さんあなたに持ってもらいたいものです。今日神様、私の心を見てくださいという人。To to 神様の間に本当に親しい交わりが。 持つことができることを知りました。私もその中に入りたいという人を手を挙げて教えてくれますか神様との平和が欲しいです。神の平和が欲しい人。十字架から流れる平安です。イエスの復活から流れる平安です。お祈りします、そのままで。天皇お父様 <Holy> Father, あなたとの和解を感謝しますあなたが御子イエス様めわしのくださって、私のこの心私ののために私の罪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 のた私た私ためますように私のために私のために私の罪のために私ために私の罪のために私の罪ためにの罪めにに 私の心の真ん中にイエス様様来てくだささいい神様ごめんんなさい自分の心の心真ん中にお金があったこと、を許してください Father, 私の心の心真ん中に何か名誉があったことを許しててくくだださい自分のメンツがあったことを許してください。 Uh, of my name 今日その場所を譲ります私の真ん中に立って収めてください stand among 平安と力強いシャロン、祝福を与えるという本当に力強いあなたの言葉でシャロン収めてください何人かの人たちのために祈ります pray for some of you. 経済的な不安で今

僕もイエス様の愛が必要だと、一緒手を挙げて教えてくれる。はい、ありがとう。はい、ありがとう。イエス様、あなたを許します。僕を許してください。イエス様、あなたと一緒に歩みたい。一緒手を挙げてくれる。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。二人の方、お祈りします。イエス様。心の中に来てください。 罪を許してください。十字架で許されたことを感謝します。あなたの愛が必要です。私もピースメーカーとしてください。イエス様の名前によって。ああメン大きな拍手神様にしましょう。今日もイエス様を信じた人がいます。解放された人がいます。一緒に主を喜んで読みましょう。これをね。はい、さんはい、イエス様。 私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。イングリッシュ、Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and live my life. Jesus is my Lord. もう一度、イエス様に栄光の拍手を捧げましょう。Thank you, j e s u s y エス様、ありがとう。t スコ s 頃、来てくださってありがとうございます。